地震以来消えていた熊本城のライトが今夜はついています。修復が終わるまでずっとつかないと思っていたのでびっくりしました。横に行くと熊本市役所です。毎日夜遅くまで電気がついています。復興のために遅くまで毎日お仕事をしていただいて本当にありがたいです。そしてすぐ下には未だ避難所となっている学校もあります。グラウンドの電気はずっとついています。痛々しい姿は悲しいですが、早く元の熊本城に戻ってくれることを祈って